はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、歴代最高の純正を組んだらこうなりましたということで、札幌編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、これもね、リクエスト企画なんですけれども、まあ、今時点での、まあ、僕自身の主観でしかないんですけど、まあ、純正をもし各クラブで組むんだったらっていうところで、まあ、どういった選手を組めば、最強の選手たちが、まあ3、最強のチームが、 できるのかというところをね、まあ、22シーズンぐらいのカードからだな、まあ、21シーズンとかちょっともう厳しくなってきてると思うんで、まあ、22から24ぐらいのシーズンのカードを使って、えー、各クラブね、組んでいきたいと思います。ということで、今回ね、一番最初になります。札幌編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ま、あ僕もね、結構過去のカードとか振り返り見させていただきまして、まあ、当然、ま、あそのね、僕は、どっちかというとメインで見てるのはアビスパなんで、まあ、他のクラブ、正直僕より詳しい人なんて山ほどいると思うんですけど、ま、あ実際ね、その中でも、 まあ、22シーズンぐらいからカード見てきまして、まあ、必ずしも4サーサビが組めるわけじゃないのもね、ちょっと面白いんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、まあ、僕自身が思うね、まあ、ベスト11を、まあ、組んでいこうということで、はい、ちょっとやってみたいと思います。よろしくお願いします。まあ、結構ね、やってみるとね、面白かったですね。うん。面白かったです。はい。まあ、その、まあ、やっぱり各クラブ、まあ、僕もね、この札幌編取る前に、まあ、ちょっと鹿島ぐらいまでは正直見てるんですけど、 まあ、札幌と鹿島ではね、やっぱちょっと違うとこあったりとかして。まあ、ただね、まあ共通して多分ね、この企画で、まあ、おそらくこうなるだろうなっていうのは、4バック組みにくいんで、まあ基本3バックとかになりやすいんじゃないかなとか。うん。で、あと上の方の選手の人生によっては、まあ352で組むのか、まあ361で組むのか、343で組むのか。 みたいなね。まあ、4バック目でも、まあ、もしかしたら3トップ組めなかったら451なのかとか、442なのかとかね。まあ、いろんなね、多分ね、幅が出てくると思うんですね。なのでそういった意味でもちょっと楽しめるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひよかったらね、えー、ここからね、まあ、各クラブやっていきたいと思いますので、まあ、よかったらね、ぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今からじゃ組んでいきたいと思うんですけど、まあ、ポジション別にね、やっていきたいと思います。じゃあまずはゴールキーパー選出選手、見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは、えー、すげの選手のガーディアン24ですね。はい、こちらゴールキーパー選出となります。まあ、迷ったのは23のフォーカスと迷いましたが、まあ今年の方が、まあ、やっぱ能力値かな。ディフェッチがやっぱね、こっち1647、非常に高いですからね。まあこの高さを、はい、評価した次第であります。まあグレード的に言うとね、23シーズンの方が4ぐらい高いんですけど、はい、ということで、まあ十分、 うん。戦えるんじゃないですかこれぐらいのキーパーいればね。まあディフェッチも十分だし、まあダイナミックセーバーしっかり持ってますし、まあ制空権ロングフィードということで。まあちょっと間合いがないので、まあそこだけちょっと心配ではありますけど、まあしっかりボナセンプラスもあるからね。まあこれ札幌クラブリンクで付けられたクラブリンクも反応するということで30%上がるんで、まあ実質そうですね、まあ500ぐらい上がるんで、まあ500までいかないぐらいかな。500、まあ約500ぐらい上がるんで、まあ2100とかね。まあそれだけでもディフェッチいきますから、まあこれ仕上がればねめちゃくちゃ硬くなると思うんで、 まあ、キーパーとして十分ね、頼りがいのある選手がしっかりとね、まあ、札幌はいるということで。まあ、これはね、やっぱ純正とか組むにあたってね、すごいアドバンテージだと思うので、はい、すごくね、素晴らしい点だと思いますね。はい。では続きまして、センターバック。今回はですね、センターバックは3人。ということで、3バックで、はい、やっていきたいと思います。ということで、えー、選出選手見ていきましょう。こちらです。はい、ここ左が岡村選手の24フォーカス。 真ん中が田中俊太選手の23フォーカス、右が宮澤宏樹選手の、えー、22マーボザマッチですね。はい、こちら3枚になります。さあ、この3人ともね、まあ、共通点というところに関して言えば、まあ、岡村選手からね、まず見ていきたいんですけど、まあ、ソリッドガーディアン、ヘディングクリア、インターセプト、まあ、ディフェ3種、ソリッドガーディアン中心にね、持ってて、田中俊太選手も、まあ、ガーディア、ン、インターセプト、まあ、ここ2つ持ってるのは大きいですね。まあ、あとスペースエルフィードね。 で、宮沢選手もダイナミックインターハードタックル。まあ A スティール、B タックルね。はい。で、あと C のヒードね。はい。ということで、まあ AB でね、まあタックルスティールしっかり持ってるということで、まあ非常に安定感はあるんじゃないかなと思います。まあちょっと宮沢選手だけね、カードちょっと古いのですが、まあボナーセンディフェもしっかり持ってますし、まあ、ここはね、ちょっと残念ながらプラスはいないんですけどね、フォーカスなんでね。うん、まあでも、ボナーセンディフェ持ってるっていうのはすごく、まあ印象いいので。 まあ、田中俊太選手なんかはね、4バック組めとも右サイドバックできるんですけど、ちょっとね、札幌左は多分いないんじゃないかな。今のとこ、組みにくいんじゃないかなと思うので、まあ、必然的にね、今の札幌も、まあ、3バックやってると思うんですけど、リアルのね。まあ、基本的には3バックになってくるのかなと。まあ、サイドバックの選手とかまたね、誰か入ってきたりとか、まあ、誰かが、まあ、方面がね、いろいろ変わったりとかして、まあ、4バック組み出して左サイドバックできるディフェー、結構守備寄りとか、 まあもしくはね、なんかまあ上振れするんだったら、ワイドレンジ持ちのね、クロスターとか出てくれば、フォーバックとかも組めると思うんですけど、まあ現状は、まあてか、ほとんどのチームそうだと思うんですけど、まあ基本的には3バックが一番やっぱ硬い形にはなるんじゃないかなと思いますので、まあこの3選手ね、まあ自信持って使えると思うんでね、まあここはね、まあセンターバックもね、悪くないんじゃないかなと思いましたね。はい、十分な硬さ誇っていると思います。はい、じゃあ続きまして、上に行きまして、ボランチ見ていきましょうか。 ボランチはですね、今回2人選ばせていただいてますので見ていきましょう。こちらです。はい、ここはまず左が高峰選手の22デュエリスト。で、右が馬場選手の23フォーカスですね。はい。この2枚になります。まあ、まずね、高峰選手のカードを見ていきます。まあ、トルクモーターヘディングクリアパスカットというディフェ3種ね。はい。で、ディフェチもね、1400台まで乗ってまして、ボナスエンディフェまでしっかりね。しかもこれプラスであるんでね、これはめちゃくちゃ大きいですね。はい。 で、馬場選手もスキル構成トルクインターヘディングということでね。まあディフェ3種で、まあディフェっちゃそんな基礎値高くないんですけど、まあ1274ですが、ボナーセンディフェはしっかりと持ってますと。で、あとまあスタミナのね、ダブルセンスを持ってるので、まあよりね、必試合長持ちしやすくはなってます。はい、ということで、まあ高峰選手がね、22シーズンのカードであるんですが、これプラスつくと、まあ結構全然今でも、 戦えるんじゃないかなっていうぐらいのね、スキル構成してますね。うん。まあいまだに全然使ってる人見るぐらいやからね、このカードね。まあ個人的には全然いいと思うんですけど、まあ22シーズンの後半の方なんでね、しかもね、まあデュエリストはね、年末ぐらいだったかなに出たと思うので、まあ言うてまだ2年経ってないですしね、そう考えるとで、ね、1年半ぐらいかな。1年半ちょいぐらいかな。うん。まだまだ戦えるんじゃないかなと思いますので、これはね、結構頼もしいですね。馬場選手もね、まあ比較的新しいカードですし、まあトルクモーターしっかり持ってるんで、 まあここね、2人トルクモーターでね、しっかり暴れ回ってカットしてくれれば、まあなんなら最終ラインに行かずともね、止めてくれる場面というのも結構ありそうなので、まあここは期待できるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続きまして、まあ褒めの関係で次はサイドハーフですね。はい。ここも2選手選んでますので見ていきましょう。こちらです。はい。ここ左がルーカス・フェルナンデス選手の 23V2 レギュラーと、右が浅野選手のライトニングエッジですね。はい。 これ左右それぞれなんですけど、まあ、それぞれね、良さとしては、マ、まあ、ルーカス・フェルナンデ選手はね、フラスル、テクニカルドリブル、サイドチェンジということで、まあ、アシスト面はね、しっかりしてますね。で、サイドチェンジして浅野選手に展開することも可能なので、これはね、結構浅野選手の仕事はね、増えそうですね。はい。で、まあ、やっぱりグレード95ということで、浅野選手ね、まあ、すごく頼もしい存在でありますけど、まあ、ファンタスティックアーチパス、まあ、しっかりここもね、アシストできそうですね。はい。 で、オフェンスブレイク。で、テクニカルカーブ、ダブルタッチドリブル選択できますけど、まあ、サイドハーフならダブルタッチドリブルかなと思います。はい、ということで、まあ、ここね、両サイドハーフは結構ね、フラスル主体にして、ま、あいいスキル持ってるんで、アシスト面はね、十分機能するんじゃないかなというところで、はい、考えてのセンスとなってます。 まあ二人ともね、ウィングできるんですけど、まあちょっと右ウィングで被るので、まあ今後ね、もしね、なんかウィング組むような褒めとかもまあ試すんだったら、まあどっちかウィングに上げてみたいなところとかもできるので、まあ左ウィングのね、選手が誰かしらいれば、まあそういった褒めもね、今後可能になってくるので、まあやっぱね、ポジション広い選手いいっすね。そういう意味ではね。まあ浅野選手に関しては今後どうかな。まあパスアートよりはどっちかっていうとシューターのイメージが強いんですけどね。うん。 まあそういったカード出てくればまたちょっとね、体型変えてとかね、まあ純正やってる人だったら試せるんじゃないかなと思いますので、まあ浅野選手はね、今後のカードにも注目かなと思います。はい。じゃあ続きまして、ここ次トップ下ですね。ここは1名の選出になります。見ていきましょう。こちらです。はい。ここはタイムスリップチャナティップ選手のカードですね。TSS です。22シーズンに登場しています。さあこのカードね、もう見慣れてる人多いと思いますけど、 まあ一応振り返っておきますと、えー、ここが、勝利を呼ぶ転生のドリブラー。これは、スペクタクルダブルタッチ上位かな。うん。で、長次元集とキラーパスという組み合わせですね。で、ボナセンが EP50 と、えー、オフェンス15のプラスのダブルとなっています。はい。ということで、マ、まあ、オフェッチね、1700台ということで、まあ、ここにね、プラス乗ってくるのば25%上がるんでね、まあ、全然まだまだ第一先生で活躍できる可能性をね、まあ、十分に秘めてますね。というか、むしろま、全然いけるなというぐらいですね。はい。 まあ直近ね、ナチャラティピ選手が出てからね、札幌の、まあ、TSS というのは、まあ純、その札幌3では出てないかな。過去クラブリンクとか含めてね、言うんだったら、まあな、まあ、出てる選手いるでしょうけど、まあ、札幌の純正とかで行くんだったら、まあ、チャラティピ選手はね、まあ、今のところやっぱ目玉9ですよね。うん。 まあ当然ね、22シーズンに出た TSS とはいえ、現在の選手と比べても、まあ全然引けを取らないぐらいのね、強さがありますし、まあスキル構成もね、超次元シュート、スペクタクルダブルタッチ上位のこういうキラーパスということでね、まあアシスト面も、まあ自分でシュートを打てる点もね、強みだと思いますので、まあこの強みね、まあしっかりと活かしていきたいですね、純正やるんだったらね。うん。 で、まあ、シャドウね。まあ、ここもできるので、今後褒めの組み替えとかもちょっとしやすい部分もありますので、まあ、場合によってはね、シャドウとかで試してみるのも悪くないんじゃないかなっていうふうには思いますよね。はい。ということで、今回はチャナティブ選手、トップ下での選出とな,なります。はい。じゃあ続きまして、えー、最後ですね、CF 候補の選手たちですね、見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは左が小林祐希選手の23フォーカストプレイヤー、右が小前選手の23スナイパーですね。はい。ということで、えー、ここね、小林選手から見ていきますと、コントロールカーブ、エースストライカー、ハードチェイシングということで、まぁ、あ、コントロールカーブ中心にね、まあ、ボナスエンオフェもありますし、まあ、テクダブルですけどね、まあ、ここもしっかりあるので、まあ悪くないですね。うん、まあ能力者十分足りてくるでしょうし、まああとはそのどれぐらい仕上げれるかでね、このコントロールカーブの良さというのもね、決まってくるので、まぁ、あ、 素材としては結構いいカードなんじゃないかなと思います。まあ、課題としては射程距離にどうやって入っていくかなんですけど、まあそこだけですかね。まあ、フラスルね、あのサイドハーフに組んでるいるので、まあその選手たちに高い位置まで運んでもらって、みたいな足元を落としてみたいなところまでいければ、そのままね、スムーズにカーブまで打てるんじゃないかなと思いますので、ここのつながり大事でしょうね。はい。で、あと、小前選手のスナイパーがォ、えー、ックス・イン・ザ・ボックス。 無回転アーチシュートなんですけど、まあこれはね、まあ正直よく言えばね、B が A だったらなっていうのはありましたけど、まあ、でもフォックスインザボックスね、まあこれは打てさえすればね、まあこれもフラするからそのまま打ってくれる可能性もあるんで、まあ悪くはないのかなと。うん、まあ距離的にはちょっとね、厳しいところありますけど、オフェプラスあるんでね、まあここ評価してオフェ値の高さというところで、えー、今回ね、選ばせていただいてる次第でありますと。まあアーチシュートは解放しなくてもいいぐらいまであるけどね。うん、ということで。 まあ悪くないかなと思いますね、このカードもね。はい。ということで、えー、スタメン11人の選手の発表が終わりましたが、交、ま、代、あ、枠候補の選手とかもね、ちょっと取り上げておきたいなと思います、まあ。マックス5選手でやっていきたいと思いますが、じゃあまずね、1ページ目見ていきましょう、こちらです。はい、ここは左が小野伸二選手のマジェスティックね、23です。はい。 で、真ん中鈴木武蔵選手のニューウェーブ。で、右はスパチョーク選手のフォーカスとプレイヤーの、これ23かなうん、23フォーカスですね。はい。ということで、まあ、この3枚交代枠としてね、まあ、ちょっと入っていただきたいんですけど、まあ、ただね、小野選手がね、現状ね、ま、あのー、まあ、チャナティフ選手ちょっと被るんでね、なかなか交代枠で入れるかどうかっていうのは難しいんですけど、まあ、今後ね、さっき言った通り、チャナティフ選手をね、シャドウに上げて小野選手ね、トップ下に入れるとかそういった動きがあるかもしれないんでね、褒めによってはね。うん。 まあそういうところがあると、ちょっと面白いのかなと思いましたね。はい。まあだからね、ちょっとね、考えたのは、C ホメかな、3、5、2かなんかの、それで小野選手を、まあトップ下に入れて、シャドウに、まあチャナティフ選手入れるのも一つありかなと思いました。ここはちょっといろいろ組み替えがまたできると思うんで、はい。まあ難しいかったところなんですけど、まあちょっとチームバランス考えて、ちょっと今回は、ちょっと控えに回っていただく形になりましたね。はい。 で、あとは、まあ、鈴木武蔵選手、スパチョーク選手あたりは、まあ、フォワードとかの交代要因かな。うん。まあ、どっちもね、ボナス4本持ってますし、まあ、シュートスキルもしっかり A シュートスキル持っているので、まあ、交代役としては十分かなと思います。じゃあ次のページ見ていきましょう。こちらです。はい、ここは左が菅選手の2 3ツ2レギュラー、右が金子拓郎選手の23フォーカスかな。はい、になりますね。はい。 この二人はね、サイドハーフ交代要因ですね。左右それぞれね。うん。まあ、ただね、金子拓郎選手がね、日本にいる時にね、めちゃくちゃいいスキル構成出てないんだよね、実はね。出る前に海外行っちゃってるので、まあ、将来的にね、日本代表とかで帰ってくればね、っていうところありますけど、まあそれか札幌に帰ってきてくれていいカードが出るかというところね。うん。だったらもうちょっといいカード使えるんでしょうけど、ちょっといろいろ探してみたんですけどね。まあこれが一番、まあ、チームのためになるかなというところで、まあ23フォーカス。 選ばせてていいただいてます、まあ、チップパスメインかな、ここはね。うん。で、菅、まあ、選手はね、これ、レーザークロスチップパスということで、まあ、今結構増えてきてますけど、まあ、アーリークロスと、ね、あの、フラスルの組み合わせなんで、これはアシスト面しっかりしてくれそうですね。はい。ということで楽し、頼もしいんじゃないかなと。まあ、フェイントドリブルもありますしね、まあ、決して悪くないかなと思います。はい、という選手たちをね、えー、上げさせていただきまして、結局、どういう方面に。 仕上がったのかというところをね、最後まとめで見ていきたいなと思います。ではこちらです。はい、ということでちょっとね、あの、いつのやつかもね、入れたんで、ちょっといつもより見にくくなってると思います。字が小さくて。まあ、拡大とかね、ちょっと顔近づけて、えー、ご覧になっていただけたらなと思うんですけど、ま,あ、まずね、まあゴールキーパーね、菅野選手ね。で、センターバックが、えー、左から宮沢選手、岡村選手、田中俊太選手。で、ボランチが左から馬場選手、えー、高峰選手。 で、サイドハーフ左がルーカス・フェリナンデス選手、右が浅野選手、で、トップ下チャナティップ選手で、CF が小前選手と小林幸選手となってますね。はい。ということで、ホメはね、これ 352B ですね。はい。で、評価としては、5点満点でつけるんだったら、まあ4に近い3.5ぐらいかな。 で個人的にいいなと思ったところは、やっぱりゴールキーパー、すげーの選手が安定してくると思うんで、ここはね、すごい楽しいなと思ったところと、あとはまあセンターバックもね、まあ、岡村選手筆頭に、しっかりとスキル面とかね、ボナセンディフェでね、しっかり持ってる選手もいましたし、なんならボランチも含めてね、決して悪くないと思いますので、ここの守備の安定感っていうのは、まあ、3バックではあるんですけど、まあ、なかなかしっかりとできるんじゃないかなというところは、まあ、すごく評価高かったかなと。 で、逆にちょっと欲しいなと思ったところに関しては、やっぱフォワードの力がね、多分ね、他のクラブに比べてちょっと弱めかなっていうね。まあ、その分だから工夫するんだったら、さっき言った通りチャナティプ選手を上に上げて、シャドウで使って、まあトップ下に小野伸二選手入れてみたいなところで、まあよりね、火力を増したいんだったらそういったところも考えていくと。ただまあ、交代のバランスとか入れる、考えると、まあ個人的には、んチャラティプ選手トップ下で使った方が周りや安いのかなとは思いました。ただそれがいいとは限らないんで、 まあやっぱりチャナテピ選手ね、一人に頼っていくっていうのも大事だと思うんでね、攻撃面がね。だからもう少しね、フォワードに厚みが出ると余裕が出てくるのかなと。で、まあ、サイドのクロスターとかも決して悪くないですし、まあ、4、3、3 b とか組むんだったら、サイドバックがちょっと足りないとかね。まあ、これは別に札幌だけの問題じゃなさそうなんですけど、まあ、そういった環境に近づけていくんだったら、まあ、そういったところの選手とかが出てきてくれれば、よりね、まあ、環境には近づいてくるかなと。でもまあ、これでも十分強いと思いますので、まあ、全然ね、まあ、いい、なんか純正組めそうだなっていうふうにね、 あのー、今回あのいろんな選手見させていただいてねすごく思うことありましたので、まあ、正直ねこれやっててね面白かったんですよね結構ねなので、まあ、全クラブね正直やろうかなと思ってますけど、はいまあ、どういった評価になるのかというのはね、まあ、楽しみにしていただきたいですし、まあ、皆さんが、まあ、おそらくお気に入りクラブひいきにしてるクラブとかね、まあ、純正とかまではいかないにしても、まあ、応援してるクラブなりし、まあ、お気に入りクラブをしっかり引いてるクラブクラブリンク使ってるクラブというのがね まあどういった感じに出来上がるのかというのをね、ぜひね、楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、ということで、まあ今回札幌ね、まあ悪くないと思います。まあ全然このまま戦っても面白そうだなっていうぐらいの選手たち組めてますので、まあ今後出てくる選手たちによってはね、またちょっと、何ていうか、組み替えが行われる可能性がありますので、またちょっと期間は空くと思いますけど、またいつかね、取り上げて、まあ最新版ということで、1年に1回ぐらいとかね、 まあできればね、面白いかなと思いますので、まあぜひね、またね、札幌編、まあ来年をね、楽しみに待っていただけたらなと思います。ということで、本日はですね、もし純正区分だったらこうなりましたということで、まあ札幌編ね、ちょっと一番手でありましたけど、やってみました。はい、非常にね、まあ特にディフェンダーはね、結構固めで、まあスキル面もね、ボーナー性も含めて、まあしっかりと一致してね、 組めたとととといいうののははすすごく大きな、ね、ことだと思いますので、まあ,あとは、ね、フォワード陣とか含めて、ね、攻撃力はもうちょっと増せば、まあ、全然純正でも、ね、戦いやすくなるんじゃないかなと思いますので今後の、ね、カード登場特に、まあ、フォワード面とかあたり、ねまあ、新加入選手とかめちゃくちゃ入ってきてるからね、こら辺ねまあ、そういった選手たちが何かのきっかけとかで、ねまあ、それこそもしかしたら月間系カードとかで、ね、出てきてくれたりとかするとさらに、ね、評価変わったりするかもしれないんで、まあ、今後の、ね、札幌にぜひ、ね、注目してみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今夜で失礼します。バイバイ。